課長。こんな問題をね、発見したというか作ってというか、まあ、あるんじゃないかって話ですけど、これよくね、皆さん知ってる組み合わせのやつですね。NCR ですね、NCR。まあ、場合の数で出てきましたけど、N 個のものから R 個のものをね、取る組み合わせって、何通りあるんですかっていうね、そういう C です。で、ここに書いてあるのはね、1C 二分の1なんですね。1C 二分の1。はぁって感じですね。1個のものから二分の1個取る組み合わせって何通りですかって。それ何ですかって話ですね。ちょっとですね、会場を使って書き直していこうと思うわけですけども。そうすると、まあ NCR のね、この会場から復習しますけども、分子には N の会場で書いて、分母にはこの N と R の会場と R の会場が、まあ、こう来ると。ただ一応ですね、この通りに上もね、書いてみようと思うわけですけど、そうすると、1の会場でしょ。1の会場で、次が1分の1だから、2分の1の、会場が来て、で、この2分の1自身ですね。これが来ると。まあこんな感じなんですよね。何ですかって感じですけどもね。この1の会場は1だっていうのね、まあ、皆さん知ってますけど、2分の1の会場ってなんだよって話ですよね。どうしようって感じですけども、この時にね、お助けとある考え方、これ大学1年生で習う人多いんじゃないかなって思いますけど、ガンマ関数ね。ガンマ関数っていうのを考えてみましょう。そうするとね、まあ、1を解決するって感じですかね。ガンマ関数を考えたい。ガンマ関数っていうのはね、こんな風に定義しますっていうのがあります。はい。この講義請求のですね、ガンマ関数。まあ、X はどこにいるんですかというと、この肩にいるんですね。これを変数と思う。で、T っていうのは、まあ、この積分の中でね、使われる、数の定数な、変数なので、実際のね、関数としては T は出てこないですけど、まあ、この積分のことをですね、ガンマ関数と、呼んでるわけです。ちょっとね、ガンマ関数の性質、見ていこうと思います。まあ、この積もね、まあ、やれやっちゃ話ですけども、まあ、ちょっとですね、X をですね、X プラス1。にしたときどうなりますかって、これをね、考えてみようと思うわけですけど、そうすると、まあ、大体は変わらないですけど、この肩のね、t の累乗のところが、さっきはね、x マイナス出ちゃったけど、これ x 乗になりましたと。で、あとなし。はい。で、これをね、部分積分してみるわけですね。部分積分すると、まずね、この e の方だけ部分積分してあげると、これマイナスが、ね、前に出て、で、あと同じですよね。はい。で、0。で、次はこのね、t の x 乗の方を積分しよう。あ、微分したやつを積分しますけど、マイナスマイナスプラスですね。で、次に来るのが、x かける、t の x マイナス1乗。で、マイナス e の t、dt と。まあ、こんな感じですよね。まあ、x は、この中では定数扱いなんで、これ積分のですね、外に出しても、まあ、良さそうですよと。で、まずこっちですね。こっちは、どうなるかっていうと、まず無限入れると、まあ、t の累乗と指数関数ですから、まあ、指数関数の方が強いということで、無限、ね、代入しようとすると0になりますよと。で、0代入しようとすると、ちょうどね、この t のとおり0代入すると、まあ、絶対0になるので、このですね、ここを計算すると0になるわけですね。だから、まあ、x ときて、この積分なんですけど、これの積分よく見たらこれですよね。まさにガンマがそのまま来てるんですね。はい。まあ、こんな風にですね、書けるわけです。で、まとめると、まあ、結局、この x をですね、1足してあげると、ガンマの x プラス1となる。x かけるガンマ。ね、こういう形だったんですよね。で、これは、まあ、今ですね、まあ、すべてのですね、まあ、数について成り立つっていうことで、まあ、複数でいいのかな、この場合はね、複数でいいと思いますけど、一応ね、成り立ちますけども、もしですね、x が整数だったらどうですか？整数だったら、まあ、これがどんどんこうず、まあ、続くということですよね。で、次、ガンマの x マイナス1が入ると思ったけども、だんだんこう数を減らして、どんどんこう書いていくと。で、x がもし整数と、まあ、こういうふうに書くことができるんですね、結局ね。だから、x が、まあ、特に自然数ですね。自然数の時っていうのは、ガンマの x プラス1っていうのが、x の階乗ですよっていうふうに、まあ、書くことができたわけですよね。まあ、ここら辺で今話したですね、
まあ、ここら辺の話とかから、この会場のですね、に入る数を拡張して考えることができるんじゃねみたいな話になるわけですよ。まあ、会場で、普通会場って言うと、まあ、入るのはまあ自然数に限ることがほとんど、まあ、あと0ですね。それがほとんどですけれども、整数じゃないものね、この2分の1とかがね、入った時にどうするんですかって言った時に、これガンマ関数でね、書き換えてあげましょうやーっていう話です。ということで、ちょっと最後に書いたらですね、この、もともとはですね、これは自然数の時に限って成り立つんですけど、まあ、ちょっと分子でも許してくれや、ということで、考えてみたと思います。この値を知るためには、2分の1の階乗が分かればいいですね。2分の1の階乗。これをやってみますけど、これに7って書くんだったら、これはガンマのですね、2分の3なんですかね。2分の3。で、まあ、2分の3のままやってもいいんですけど、さっき書いたですね、消しちゃったな。これは、整数に限らず成り立つよっていう話ね、ありましたけど、これを使って書き換えてあげると、まさに、x が2分の1と見立ててるから、もうこうかな。こう書いて、ガンマの2分の1。はい。ということで、まあ、ガンマの2分の1がね、分かればいいかなっていう、ところまで来ました。ということで、ここからですね、いよいよこの積分をやってあげるということです。ここで2分の1ね、代入してみましょう。そうすると、ガンマの2分の1っていうのは、2分の1引く1なんで、これマイナス2分の1乗なんですね。マイナス2分の1乗。マイナス2分の1。はい。今からこの積分をやっていくことになりますけども、まぁ、ちょっとこれ嫌だなぁということで、力積分します。そうすると、どうしようかな。この ルートが嫌なんですよね。ルートが嫌なんで、t っていうのは、どうしようかな。これ s2 乗、s2 乗で力しましょうかね。そうすると、dt っていうのは 2sds ですね。2sds。で、積分区間は0分点で変わらないから、わざわざ書けません。そうすると、0から無限の、まず、t、のマイナス2分の1乗っていうのは、これは S の、マイナス1乗で書けるかな。で、次、指数関数のところは、マイナス S2 乗乗ですね。で、最後に 2SDS を書くと。はい、そうすると、まあ、2を外に出して、で、S が、これちょうどね、消えますね。消えて、結局、積分されるのはこの関数なわけですね。はい。おい、これも高校で殴ってねえよ。知らねえよ。って感じするんですけど、これいわゆるガウス積分ってやつですね。まあ、結論から言うと、まあ、よく知られてるのはこの端点がですね、まあ、マイナス無限。マイナス無限から無限、ね、プラスの無限っていうときに、こうですね。大丈夫ですね。はい、これが、まあ、よく言う話ですけど、区間がですね、この0から、片側だけっていうときは、これ半分になります。まあ、詳しい、話はですね、まあ、他の人たちが動画でやってると思うので、まあ、そちら見てもいいと思うんですけども、まあ、ネタバレをすると、これを2乗したものを考えるんですよね。この積分を2乗したものって、非積分関数を、まあ、書いたもの。で、なるんじゃみたいな感じで、まあ、面積分っぽい感じですね。面積分かな、でやると、まあ、重積分って言った方がいいか。重積分の考え方をですね、使ってるので、もう全部もう大学から習う数学なんですね、残念ながらね。で一応、結論だけ書いておくと、まあ、2かける、さっきの半分なので、2分のルート π って なると。ってことは、これガンマの今2分の1が求まって、さらに言うと、2分の1の解乗が分かって、これ代入すると。そうすると、まあ、2分のルート π だったと。で、いよいよこれは何だったかっていうと、これを2乗したものの略数ですから、π 分の4。1より大きいんですね、これね。1より大きいんですね。意外って感じですよね。はい、こんな感じです。まあ、だから大学数学ね、結構数の拡張できて面白いです。ありがとうございました。